岡田監督の下でプレーされましたが、どんな方でしたか？岡田監督は自分が1年目で入団した時にファームの打撃コーチだったんで、はいはいはい、もうずっと自分のこと見てもらってたんで、一番やりやすかったです。印象的なエピソードってありますでしょうか？野手出身なんであんまりピッチャーのことは言わないんですけど、自分がファームの時に、岡田監督ファームの監督の時におっしゃったのが、調子悪くて投げてたんですけど、次のイニング全部変化球投げろと、とりあえず投げてみろっていうことを全部変化球で投げて、でゼロで収まったんですよ。帰ってきたら、ほら変化球でも全然いけるだろうみたいな、自信持てよっていう感じで自信をつけてさせてもらったっていう。珍しいな、変化球投げろか。変化球全く入らなかったんで、ではい、まっすぐで勝負して打たれてたんで、全部変化球でいけと、はい、じゃあそれが今後の投球にもやっぱり生きてきた。自信になりましたね、はい。